堀井敏彦は、テレビ、新潟放送網のアナウンサー。新潟県長岡市出身。テレビ新潟への中途入社までは、浅井企画所属のタレントとして活動していた。長岡市立東中学校。新潟県立長岡商業高等学校を経て、高知保障課大学進学のため上京。在学中から浅井企画に所属して、タレント活動を行っており、日本テレビ、ズームイン。 朝、や、ザトップテンなどのリポーターとして活動。タレント業を離れて、故郷の新潟に U ターン。1998年に、テレビ新潟の中途採用試験に合格して入社し、アナウンサーとして採用される。現在は、夕方ワイド新潟一番のメインキャスターを務めている。中越大震災など、県内で大きなニュースが発生した際には、 NNN 取材団として中継リポーターを務めることもある。曲穴業だけでなく、タレント時代から引き続きナレーター業もいている。金ちゃんの仮想対象のナレーション、進行役はテレビ新潟が日本テレビ系列であることから、入社後も引き続き起用されており、また、新潟地区予選の担当スタッフも務めている。また、浅井企画時代の先輩にあたる関根筒いる。 観光金シアターの雑木ナレーターを1989年の旗揚げから担当し続けている。堀がタレント時代に出演していたズームイン、朝の映像が流れ、当時日本テレビアナウンサーで初代司会者を務めた徳光和夫やザトップ10で共演していた坂木原郁恵と久々の再会を果たした。 映画声優2006年7月1日に公開されたディズニー・ピクサー映画カーズの吹き替え版で飛行船の声、こりゃあすごいね。ヒューのセリフを担当している。パニーテレビ新潟アナウンスルーム堀敏彦近況報告2009年7月3日、おもっきりドン。ありがとうございます。